予想屋とは、公営競技の場内において、競争の着順を予想し、その情報を販売する人である。大井競馬場で、予想屋が聴衆へ予想を披露している、風景予想屋はあらかじめ場によって割り振られた場所に立って、公衆に向かって自分が推定する、レース展開や自分が集めた情報などを演説する。ただし、この演説では、最終的な着順予想は公表されず、 演説を聞いて、その予想屋の着順予想を知りたいと思った客が、料金を支払って、着順予想を受け取る。料金は、通常1レース100円で5センチメートル四方程度の消費編に、手書きやスタンプで予想を記したものを渡すスタイルが一般的である。1日分の予想を購入した場合、全レースの予想を記した紙がもらえる。 レースごとにこの紙を見せることで最新の予想を無料で手にすることができる。各公営競技場には名物となるような予想屋も存在しているが、これは的中率やセールストークなどにより人気の有無が出てくるためで人気の予想屋にはレース前に黒山の人だかりができる光景となる。しかしあまりに予想の的中率が低い場合には認可が取り消されるという場合もある。 なお教えられた予想が的中しなくても返還請求はできない。客がどの予想屋を信用するかにかかっており、すべては客の自己責任となる。中には的中客からのご衆議を当てにして、客ごとに違う予想を教え、自分の手元に衆議が入る確率を高くすることだけを考える悪質な公認予想屋が存在したこともある。ため、 多くの場では自ら販売した予想を投票券発売終了後に公開するように公認予想屋の団体などで内規を定めたり指導を行ったりしている。また、予想屋によっては独自の情報誌を発行し、それを買えば、各レースごとの買い目を教えるサービスをする者も,もいる。なお、競輪、競艇、オートレース、地方競馬では競技場側に申請を行い、 認可のもとに出入りしている予想屋が存在するが、中央競馬では、公な場内での活動は認めていないため、存在しない。それゆえ、中央競馬主催の競馬場や場外勝ち馬、投票券発売所にいる場合、それらは、コーチやと呼ばれる非合法な予想屋と思われるので、注意が必要である。ただし、イベント等で著名人や競馬メディア関係者が、バタチを行うこともあり、 雰囲気を体験することは可能である。2013年7月に47ニュースへ掲載された記事によると、全国の競馬場における予想屋の総人数は2013年時点で40人ほどであり、内大い競馬場では18人いるという。なお予想屋は、地方競馬のみ存在しており、中央競馬には存在していない。北海道競馬や万栄競馬の場合、 各地を転戦するシステムが採用されていたため、バタチ予想屋は存在しておらず、主催者も認可を行っていなかった。しかし予想業者は存在しており、手書きで簡素な出走表に予想院、解明だけが掲載され、ガリバン印刷で発行された手書き予想紙が存在していた。予想業者は、場内のパドックなどに常駐しており、 購入した予想紙を見せることで最新の情報を提供したり、当日の取材でよく見えた馬に赤鉛筆でマークをつけて販売するなどのサービスが行われており、北海道特有の独特な予想屋システムが存在していた。しかしそれらの手書き予想紙も予想業者の高齢化などにより現在では姿を消してしまった。非合法ではないが、否認化の予想屋も存在しており、古くは 電話による予想や行。最近では、インターネット上などでの予想や行も存在し、公営競技場の敷地外近辺で予想や行を行っている者も,も存在する。競技場内で認可なく予想や行を行う者も,もいるが、これは飲み屋及び高知屋などの可能性がある。飲み行為については参加させた側のみならず、参加した側も警察による取り調べのほか、法により罰せられることがある。 競争の主催者も飲み行為防止のため、特に実施設内で非公認の予想屋として活動している者たちに対しては警察などと連携して取締りを実施しており、近年では関連法規の改正により、お取り捜査を利用した取締りも可能となっている。また、新聞記者や評論家なども予想を行い、その情報を新聞やテレビ等で公表することもあるが、彼らは、 新聞の記事やテレビの番組制作を担っている立場として予想を行うわけであり、予想やと異なりその情報のみを売っているわけではない。競馬においては、古くは調教師や機種などが新聞紙面などで予想行為を行っていた時期もあったが、現在は行われていない。ありがとうございます。